はい、今日は、僕の娘を紹介しようと思います。はい、娘のミュウでございます。はじめまして、高野ミュウです。よろしくお願いします。今日初めてですね。初めてです。こういうのに出るのは初めてですね。ちょっと緊張していますね。緊張してますか。はい、いいですね。ほんだら今日はどんな話しようかな。今日はね、ほんだらね、ミュウ、この間携帯電話を持ちました。持ちました。スマートフォンを。スマートフォンっていうのはすごいんやで、ミュウ。分かってる？分かってますなあ、はい、今まではな、うん、新聞っていうので情報を、うん、な、情報を伝達しとったわけや。伝達ってわかるか？伝えていく。ああ、情報を伝えるにはね、うん、新聞っていうのを使ってて、その次に来たんがラジオ。ラジオ、はい、な、ラジオで情報を伝えとったんや、うん、な、その新聞からラジオになることですごい多くの人にものを伝えることができるようになったわけやろな。うん、で、その後、うん、な、うん、ラジオから今度テレビになりました、うん、そのことによって映像でものをで伝達することができるようになりました、うん、でもテレビっていうのはな、うん、一方通行やね。向こうから情報入ってくるばっかりやね、うん、な、こっちから聞かれへん。こっちから情報を出すことはできへんかって。そうやな。そうやろ、うん、それがスマートフォンになってこっちからも情報を出せます、向こうからも情報を出せます。うん、ね、そんなんができることになったんですよ。できますね。それがもうミュウ、ミュウがもうそのもう小学校が持ってるそのな、うん、電話でそんなことができるようになって言ってんねんで。うん、どう、それ持ってみて、持ってみて使ってみてどう？やっぱり最初やから難しいか、ね、難しいか。そうやわな。うん、なあ、でもこれからまたどん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 それをな勉強して、うん、な、スマートフォン、これからテレビから今度スマートフォンに情報のな、うん、あれが変わるかもしれんからな。うん、な、変わってんな。多分変わっていくと思うから。じゃあテレビの売り上げはあんまりなくなっていくんじゃない？なくなっていく可能性が高いな。あ、スマートフォンでみんな情報を取り出すと思うからな。うん、まあそういうことがありますから、これからも頑張ってください。はい、じゃあ今週はこんな感じで終わります。バイバーイ。ミュウとケイちゃんのドカーンドカーンにしようか。番組タイトルはまだできておりませんが、今日はこれで失礼します。さよなら。さよなら。バイバーイ。